アイテム番号、SCP-3022。オブジェクトクラス、ダウミエル。特別収容プロトコル、VIP、576個体は全員が SCP-3022 実例を一つ常に所持していなければいけません。すべての VIP、576個体は常時サイト、19に止まるものとします。SCP-3022 の余分な実例は保管ロッカー813、A、B、および C に保管されています。同様のアイテムを所持している人物は交流し、可能ならば行動計画を確立するために彼ら本来の規定宇宙における財団へと連絡しなければいけません。モノミス、プロトコル、サイト、19のすべての洗面所には、電磁石で個室内部に取り付けられたフックが備えられています。サイト、19でのタイプ5タス収容違反、またはあらゆる種類の K、クラスシナリオが発生した場合、これらの電磁石は自動的に無効化され、VIP 576はできる限り早く SCP-3022 を活性化するように指し示されます。規定宇宙の財団と接触を持っている平行宇宙のすべての財団は、VIP 576のコピーがそちらに存在するか否かに関わらず、このプロトコルに従わなければいけません。説明。SCP-3022 は主に鋼鉄で構成されている、長さ 13cm、重さ 316g のオブジェクトです。同伴者のいない人間一人が、コートを引っ掛けるのに適したフック、または類似する器具が設置されていない公衆トイレの個室で SCP-3022 を手に持つと、SCP-3022 は所持者を平行宇宙にあるフックが設置された空のトイレ個室へと転送します。ほとんどの事例において、起源宇宙と目的地宇宙の間にある際は最小限です。14度。時間軸上の分岐は概して問題のトイレの建設より早い時期には発生しておらず、最小相違の原理に従っています。SCP-3022 実例が到着する宇宙の傾向には、おそらく、特定の施設にフックを設置する決定がどの程度意図的に行われたかとの相関性があります。確立された設計原則に基づいて決定が下された場合、フックが設置されていない類似の平行宇宙はごくわずかとなります。規定宇宙の財団は、平行宇宙から転送されてきた個人から、この SCP-3022 実例を回収しています。SCP-3022 の動作原理と起源は不明です。SCP-3022 は2016年08月8日、SCP-984 の内部に出現した民間人の所持品から最初に回収されました。この人物は SCP-984 内部で狂犬病のハイイログマに攻撃され、致命傷を負って逃走しました。死が死亡する前に、彼が本来属していた規定宇宙の SCP-984 ハイジ陽性質を示していなかったことと、SCP-3022 は未特定の友人から受け取ったものであることが判明しました。こちら側の規定宇宙に住む、市の調査では、異次様な活動への関与は確認されず、SCP-3022 実例を発見することもできませんでした。ほい。SCP-3022 は実質的な平行宇宙間の転送を可能とする、財団が所持している中では唯一の携帯型アイテムです。王御評議会指令により、SCP-3022 は死亡及び、または基本的な現実性の改変を避けるための最終手段として使用するために、VIP-576 に割り当てられました。モノミス、プロトコルの下の宇宙間協定によって、活性化した SCP-3022 は VIP-576 を大規模収容違反や K、クラスシナリオが発生していない宇宙の一つへ転送することが確実なものとされています。現状、VIP-576 は財団制御下にいる要人の中で、ある K、クラスシナリオの予後影響を受け続けることが想定される唯一の人物です。そのため、モノミス、プロトコルに他の要人を対象として含む拡張は施されていません。